皆さんこんにちは。名鉄観光 YouTube アンバサダーのフリーアナウンサー山本純です。よろしくお願いします。さあ今回は国内のリゾートといえば沖縄なんですが、その沖縄の中でもリゾートホテルベスト5をご紹介させていただこうと思います。なぜベスト5なのかというと、やっぱり旅行に行ってその沖縄を楽しむ上で大事なのがそのホテルだと思うんですね。皆さんの中でいろいろな場所に行きたいところはあると思うんですけれども、その中でも泊まるホテルがリッチな気分にさせてくれる、そんなポイントの大きな一つだと思うので、今回は数ある沖縄の中でもどこがいいのか、そこに迷ったら旅が台無しになりますよね。なので今回は私の意見はもちろんですが、沖縄のツアー企画担当者、こちらいらっしゃいますが、あとは沖縄のホテルの仕入れ担当、また旅行販売をする本物のスタッフ、そして日頃皆様お客様からの意見をこう集めた上でランキングベスト5をご紹介していきたいと思います。このベスト5を押さえておけば皆さんの旅が素晴らしくなること間違いなしです。では早速始めていきたいと思います。まず第5位はアウェイ沖縄郡島リゾートです。郡島って私も行ったんですけど、すごい素敵な島なんですよね。那覇空港からちょうど北上して、美ら海水族館が近くにあるところなんですけれども、だいたい1時間半ぐらい、泣き陣村っていうところにあるんですが、この郡島の中でも全室オーシャンビューのホテルがこのアウェイ沖縄郡島リゾートです。もう本当にね、どこから見ても360度、海が見える、本当に素敵なホテルなんですね。郡島ってアダムとイブが住んでいたと言われる伝説の島なんですが、この沖縄の島からちょっとだけこう橋を渡るんです。そうするとその郡島、本当に小さな島なんですけれども、その島の中にあるのがこの沖縄郡島リゾートということで、客室がだからちょっと規模が小さめ、全部で38室しかないので全室スイートというのがここの売りでもあります。しかも全部68平米以上ということで、ちょっと大人のリゾート感というところではおすすめかもしれませんね。また本当に沖縄の海ってどこを見ても世界中でも確かベスト5に入ると思うんですけれども、沖縄の中でもやっぱりちょっと遠いところにあるので、さらに海が綺麗なんですよ。また周りに高い建物とかがほぼないところなので、もう朝からもう海と空と太陽と日差しはもちろん、もう夜空を見上げるともう星空がもう降ってくるような、ちょっとねもう宇宙に飛び出しているかのような、そんな郡島の空間に泊まれるのがこのアウェイ沖縄郡島リゾートということになります。本当にここは一歩普通の沖縄よりもちょっと異空間に飛び出したいという方にはおすすめのホテルですね。第5位アウェイ沖縄郡島リゾートです。続いて第4位、4位はカフリゾート付着コンドホテルになります。さあこのホテルは沖縄本島の中でも人気リゾート地区の恩納村に位置する全室オーシャンビューの大型ホテルになります。大型ホテルなので特にファミリー層向けっていうところではポイントが高いかもしれません。沖縄のメインストリートって第58号線、そこは車でドーンとこう南北に走ってるんですけれども、その58号線よりも少しこう高台にあるので、ポイントとしてはもう低層階でも、もうどのフロアからでも海が見渡せるっていうところがこのポイントですね。よくホテルの方だとこう上の階が、値段が高くなりがちですけど、低い低層階でもどこからでも景色が見渡せるので、お子さんとかいたらちょっとこう上に上がるよりもすぐフロントから近い方がいいっていう方たち、おすすめなのは特にこのカフリゾート付着コンドホテルかもしれません。またここいいのはホテル内のレストランがおすすめなんです。ホテル内のレストランいくつもある中で特におすすめはブルー。ここは地元の方たちも食べに来ると言われているぐらい、私たち観光が行く人たちだけではなくて、地元の人も来るぐらいですから、沖縄のこう料理っていう
だけではなくて、まあ、本当に鉄板焼きですとか、まあ、いろいろなコスト的にもおすすめなのがこのブルーですね、まあ、最上階から眺められるランチ、まあ、夜その星空を見ながらとか、まあ、やっぱり高台にあるだけあって他よりもこう見晴らしがいいんですよね。まあ、目の前に広がる海はもちろんこうオーシャンビューというか街中も含めて景色をワイドに楽しめるっていうのがこちらのブルーという、まあ、ランチ、夜、ディナー、レストランだけ使われるのもいいかもしれませんね。あとはですね、テイクアウトをしたい方たち、まあ、ホテルの部屋の中で、まあ、もう部屋のご飯を楽しむのもできますし、まあ、どこかにこうちょっと足を伸ばしていくときにテイクアウトするのにこうデリカフェっていうのがこのホテル内にありまして、まあ、アメリカン料理や沖縄料理、まあ、本当にこうホテルのレストランって鉄板焼き、フレンチ、イタリアンとかこうかしこまることが多いじゃないですか。でも意外とそうじゃないですよね。沖縄に行ったらちょっとこうソーキそばとかちょっとこうカジュアルなこうジャンクフードも食べたくなるっていう時にこのホテルにはそのデリカフェがあるので、まあ、そういったテイクアウトをしながら部屋に帰ってきてゆっくり食べるのもよし、それを朝ランチ買ってちょっと近くの海に行くのもよし、そういったいろいろな使い方ができるレストランもあるのがこのカフリゾート付着コンドホテルということになるんですね。まあ、なのでレストランの価格というところでは他よりはリーズナブルなので、まあ、お食事をバラエティ豊かに楽しみたいということはこのカフリゾート付着コンドホテルランキングでは第4位に入れさせていただきました。続いて第3位、3位はハイアットリージェンシー世良垣アイランド沖縄です。まあ、沖縄那覇の中にもハイアットリージェンシーがあるんですけれど、ここは2018年に新しくオープンしたホテルなんですね。恩納村の美しい海に360度囲まれた絶景のホテルになっていまして、まあ、本当にここってもう行った途端にこうちょっと沖縄リゾート気分を楽しめるのが、まず駐車場に着いたらその後はトゥクトゥクで移動します。トゥクトゥクってよく海外にもありますが、なんか三輪車みたいなちょっと可愛らしいトゥクトゥクで移動してフロントのある島に向かいます。またここはですね、客室は360度囲まれているので各部屋によってこの海の見え方っていうのも違うんですね。で今回他のホテルと違うポイントとしてこの企画担当者のおすすめというのが、珊瑚礁の桟橋、珊瑚礁の浅瀬のラグーンビューっていうところがおすすめなんだそうです。まあ、海が見えるって沖縄でねオーシャンビューはもちろんなんですけれども、その中でもこの珊瑚礁の浅瀬とかこう白いところが見えて、もうエメラルドグリーンに一面見えるようなそういう浅瀬の桟橋が見えるラグーンビューっていうところはぜひ皆さんこの中でもちょっとポイントとして押さえてみてください。さあ、こちらのこのハイアットリージェンシー世良垣アイランド沖縄なんですけれども、まずハイアットリージェンシーって外資系のホテルなので、もうそのラグジュアリー感っていうのが、まあ、日本のホテルよりも、もうちょっとこう海外のリゾートっていうのを多分意識して作られてると思うんですよね。なので私沖縄に行くと、まあ、海に入るよりちょっとプールを選んでしまいがちなんですが、まあ、ちょっと年の、ね、せいもあるかもしれないんですけど、まあ、こうプールサイドでお酒を楽しんだりちょっと食事を楽しんだり、まあ、そんなこう大人リッチな気分を楽しみたいっていう時に、ここはインフィニティプール、これがめちゃくちゃおすすめなんです。映えスポットにもなると思うんですけど、こうプールの中から海を見るとそのままインフィニティプールっていう名前の通りこう海に永遠と続いていく、まあ、そんな感じに作られているのがこの素敵なプールなんですよ。なので、まあ、外資系のホテルにはそういう海外リゾートを強めに推しているポイントがあるので、そういうちょっとこうリッチな感じを楽しみたい方々にはおすすめだと思います。とはいえ、まあ、お子さん方に向けたアクティビティも実はいっぱいあるんですね。ここはハイアットキャンプということで、沖縄ならではのマイシーサーを作れるっていうようなお子様向けのプログラムもあるので、まあ、大人はプールで楽しみながらお子さんたちはそのキャンプに入れて、まあ、ちょっと時間をこう有効的に使えたり、あとはまあ何日間か沖縄をステイするとしたら、まあ、いろんな、ね、チラ海行ったりとかいろんなこうご飯食べに行ったりっていうのもありますけど、1日ホテルでゆっくり過ごすっていう方々、
は多分ちょっと旅に慣れてる人たちだと思うんですけど、そういう旅慣れした1日ホテルステイして楽しみたいという方にはアクティビティがたっぷりあるこのハイアットリージェンシーセラガキアイランド沖縄、とてもおすすめなので第3位にランキングさせていただきます。続いて第2位はハレクラニ沖縄です。あの皆さんご存知、あのハワイのピンク色のハレクラニが、そう2019年に沖縄にオープンしてるんですよね。もうあのピンク色のハワイのリゾートというとね、こうハネムーンで行ってるという方たちとか、一度泊まってみたいと思ってたハレクラニが今沖縄にあるんです。このハレクラニ沖縄は、100年以上、ね、歴史のあるハレクラニの伝統を受け継いでいるとも言っても過言ではないぐらい、本当に素晴らしいホスピタリティ、そしてラグジュアリー感、全てを兼ね備えているのがこのハレクラニ沖縄なんです。もちろん全室オーシャンビューはありますし、なんといってもこのホテルスタンダードプランでも50平米以上、そして全室バルコニーがついているんですね。やっぱり窓を開けるだけじゃなくて、このバルコニーに出られるって、私ホテルの中でもポイント高いと思うんですよね。まあ、ここはリゾートの敷地もとっても広いので、もう敷地内を楽しむというところでは、あのおすすめはオーキッドプールです。本場ハワイの、 あの、ね、お花柄が描かれているハワイにあるハレクラニと似たようなこのホテルの中のプールが、今回ハレクラニ沖縄にもちゃんと完備されているんです。しかもここは16歳以上、まあ、R15 って言ったらいいんですかね、のもう大人のためのプールというところ もう備えられているので、ちょっとこうラグジュアリー感、人とは違ったリッチな大人のリゾートを楽しみたいという方には、このハレクラニ沖縄はかなりおすすめです。まあ、ここはまたの別名を天国の名に最もふさわしいとも言われているんですね。ハレクラニ沖縄、まあ、プールはもちろんですが、またこのお風呂は天然温泉を使っているそうなので、沖縄の素敵なオーシャン、海に囲まれた中プールも楽しみつつ温泉にも浸かれるというのが、ハレクラニ沖縄のポイントでもあります。さあ、そしてハレクラニ沖縄といえば、もうアメニティグッズも充実しているんですね。タオルとかリネンですとか、本当に女性にはとって嬉しいその化粧、基礎化粧品とか、そういったものもしっかりと完備されています。あとやっぱりハレクラニって結構お土産もいいと思うので、私買ってきてもらったゴルフのマーカーとかもあるんですけど、もう行った方たちの思い出として持ち帰れば、もちろんハレクラニに行ったよって周りの方々へのプレゼントにもグッズも充実しているのでおすすめです。おすすめポイントとしては、あの一押しスタッフから聞いたところ、ホスピタリティがもう抜群なんだそうですね。まあ、やっぱりこうハード面での、まあ、プールが素晴らしい、テラスがあるとか、もちろん全てあるんですけれども、やっぱり旅慣れてる方たちのポイントとしてリピーターも多いのは、ホスピタリティ、中にいる方たちのサービスが素晴らしいんだそうです。もう気軽に今海外に行けないようなちょっと時代になっているところもありますので、海外に行ったかのような、まあ、その豪華なクオリティ、まあ、ホテル自体もそうですが、このサービス、ソフト面が素晴らしいというのがこのハレクラニ沖縄なんです。ぜひですね、皆さんもゆったりとプール、そして、まあ、ハワイに行ったと思えるぐらいの豪華さを味わいますので、2019年にオープンしたばかりのハレクラニ沖縄、第2位にランキングさせていただきます。そして流行る第1位は、じゃん、ザ・ブセナテラスです。もう圧倒的な安定感ですよね。このブセナテラスってもう本当に名護市に位置する、まあ、昔からの、まあ、人気ある、皆さんもよくご存知だと思いますが、やはりこう空港からずっと58号線登ってってのアクセスもいいっていうところもポイントですし、まあ、なんといっても過去沖縄サミットが会場になった場所ですよ。本当にね、昔からあるっていう、まあ、伝統もありますし、まあ、今年ちょうど2022年が25周年ということで改装も行われたので、歴史があるからちょっと古いと思われがちですけれど もう全部リニューアルしてますので、とっても綺麗になっています。なので伝統があり、
もうサービス、ホスピタリティ、そしてお食事ですとか備品ですとか、もう全てがもう星5つっていう、こう安定感の上で第1位におすすめはこのブセナテラスということになります。もう本当にですね、もう落ち着きですとか、もう絶対的な地位を確立していると思うんですよね。まあ好立地、このブセナ岬というところにね位置してますので、もうここを全部がこのザ・ブセナテラスとして使われているので、何ですかね、もうブセナ島って言ってもいいんじゃないですかね。まあここは家族連れですとか、まあ、ご夫婦ですとか、まあ、ハネムーン、本当にどんな方々が泊まっても納得しているってお客様の声 もう一番なんですよ。本当に、まあ、ここ もうオーシャンビューはもちろん、あと緑がとても多いので、もう朝お出かけ前のお散歩ですとか、もう空気を吸いながら、もう沖縄の全てを体の中に入れて、もうリフレッシュするには最高な場所だと思います。ブセナ岬を丸ごと楽しみながら もうそこのザ・ブセナテラスで、もうリッチな空間で楽しんでもらえればなと思っております。本当にね、昔ながらの人気のリゾートというのは間違いないので、新しく近くにも結構リッチだとかいろいろできてはいるものの、もう誰もが星をつけて納得しているという意味では、今回のベスト5のランキングの中では堂々の1位がこのザ・ブセナテラスになります。まあアクセスが良し、もうホテルの充実度、ホスピタリティ、もう全てどこをとっても皆さん間違いないですので、一度行った方はリピートになるのはもちろん、行ってない方はまず行くならこのザ・ブセナテラス一度行ってみてください。もうどこをとっても絵になりますので、皆さんの素敵な沖縄リゾートを演出してくれること間違いなしです。さあということで、今回は沖縄リゾートホテルベスト5をご紹介しました。まあ、とはいえ今回ご紹介したホテルは全てねちょっと格安というわけではないんですね。なのでまあ私も最近よくするんですけれども、行った先で、まあ、2泊ぐらいはちょっとこう価格を抑えて、でもいろんなとこ行きたいとこ行っても夜は寝るだけみたいな、ご飯も地元のところ食べたいじゃないですか。ただ最後の1日を私はちょっとリッチなホテルを選ぶっていうのをやっている、なんか分泊っていう言葉もあるらしくて、もうどこか1日この高級リゾートホテルとか入れると、もうそのラグジュアリー感行った記憶は高まりますので、ぜひ皆さん、まあ、全部泊まれるのが一番もちろん羨ましいんですけど、もう今日ご紹介したこのベスト5、皆さんの沖縄リゾートの中にステイに入れていただけると、きっと素敵な沖縄ライフが楽しめると思います。また今回はですね、改めてご紹介するとベスト5第5位はアウェイ沖縄小売島リゾート、そして第4位はカフリゾート付着近藤ホテル、第3位がハイアットリーゲンシー瀬良脇アイランド沖縄、そして第2位がハレクラニ沖縄、そして1位がザ・ブセナテラス、ご紹介しましたが、もうどこを泊まっても間違いないことはもう自信を持って私も言います。もうぜひ皆さんの中でもうどれを選んでもいいですし、もう全部上から楽しむというのもいいですし、ぜひ皆さんの沖縄リゾートに楽しんで使ってください。また皆さんの、ね、意見、これからもたくさん聞いていくことで、このベスト5のランキング新たに更新していくこともありますので、これからもぜひこの名鉄観光の YouTube ご覧いただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、そしていいねのボタン、よろしくお願いいたします。